でを結ぶ近畿日本鉄道の鉄道道の路線鈴鹿山脈の麓にある湯の山温泉や五在所山への観光路線であるが、かつての宿場など、比較的住宅の密集した地域を結んでおり、また沿線には、近鉄グループや参考グループによって開発された大規模団地や、県立の高校が集まっているため、地域住民の通勤、 通学などの生活路線としての役割も担う、ローカル線の加算運賃が適用されている。2007年4月1日より、各駅に簡易改札機を設置し、ピタパ及び高架の利用が可能となった。2012年10月頃に、中川原駅小物駅間の各駅には、自動改札機が導入され、同時に、近鉄四日市駅、桜駅、 湯の山温泉駅を除くすべての駅が無人化された。湯の山線ではワンマン列車であってもホーム側のすべてのドアが開く。ただし中古物駅と大羽根駅は簡易改札機による対応であるため乗車券利用の場合は一番前のドアから下車する必要がある。かつては特急が定期運行されていたため一部の駅は一線スルーに対応し、 高角駅桜駅間では特急の続行運転ができる用駅間で閉塞区間が分割されている。全線、名古屋東活部の管轄である。現在は、線内折り返しでワンマン運転の普通列車が主に朝夕15から20分、昼間約30分に1本の間隔で運行されているのみで、 定期列車としては特急などの通過駅を伴う列車は運転されていない。1990年代後半までは近鉄名古屋駅発着の臨時急行列車の直通運転もあった。また1970年代初めまでは近鉄名古屋駅発着の直通準急も定期列車で設定されていた。直通運転開始時の1964年時点では 湯の山線内も準急が設定され、伊勢松本駅、桜駅、小物駅に停車していた。かつては、湯の山特急が、近鉄南馬駅、近鉄名古屋駅湯の山温泉駅間で直通運転されていたが、後に、近鉄四日市駅湯の山温泉駅間だけの運転となり、さらに土休日のみの運転に縮小され、2004年3月のダイヤ変更で全廃された。 しかし現在でも特急車両の方向幕には湯の山温泉あるいは名古屋湯の山温泉の表示が残っており全車は工述する臨時の復活運転時に使われているこの名残から湯の山温泉駅では特急券の発行設備が2018年3月17日現在でも残されている2008年以降毎年夏に 近鉄名古屋駅湯の山温泉駅間の特急が1往復臨時運行されている。2008年はご在所、ロープウェイ開通50年を呼び、鈴鹿国定公園指定40周年を記念し、初めて臨時運行された。2009年以降は湯の山温泉サマーライナーの愛称が付けられ2017年夏季まで運行された。 地元提供の特製ヘッドマークが掲出されていたほか、近鉄名古屋駅での出発式や、湯の山温泉における指定施設での特典が受けられる、乗車記念賞の配布などのイベントも行われた。なお、大晦日から元日にかけての終夜運転は、湯の山線では現在は実施されていないが、2019年と2020年の、元日4時台に普通列車を一本増発して、 初日の出号として御在所宅へのアクセスを図った。湯の山線の運用車両に取り付けられている看板。このデザインのものは2015年6月まで使われていた。四日市鉄道が1913年に基間 762mm の軽便鉄道として開業させた。後に国鉄の四日市駅まで延伸されるが、現在の近鉄名古屋線の前身である。 伊勢電気鉄道の桑名延伸に伴い、四日市駅諏訪駅間を1927年度に廃止した。以後、三重鉄道への合併を経て、さらに、三重県下の交通事業者統合で三重交通になり、内部線、八王子線と合わせて、三重線と称し、湯の山四日市内部間で直通運転していた。1964年に、三重電気鉄道へと、 分車、標準機に、改め機、河川電圧を直流750ボルトから直流1500ボルトに昇圧し、内部線、八王子線との直通運転をやめて、近鉄名古屋線と直通運転を開始。1965年に、近畿日本鉄道の路線となった。廃止区間の駅は時節を参照。四日市市駅諏訪駅、堀木駅。ありがとうございます。